本日ただいまの時刻は2020年の、5月の25日の、何曜日か知りませんが時刻6時3分です。で、まあ、今日はですね緊急事態宣言が解除される見込みであるという話です。それ聞いてから動画作った方が良かったんじゃないかなって気もしたんですけど、まあ、とりあえずあの仮の案ということでそれ聞いてもしかしたら一部変えるかもしれませんが、基本的に緊急事態宣言が解除された後はこういうふうにいきます。まあ、変わるか変わらないかっていうと、ね、そんなに変わらないんですけども、まず緊急事態宣言が発令されたのが4月の十何日だったと思いますが、うちのチャンネルではですね3月の、25日から長崎に出張がありまして、で長崎県は当時あの感染者が、2人ということだったと思ったんですが、まあ、その出張中にですね、長崎で、まあ、あの本当に用事があって行ったわけなんですけども、あの仕事で行ったんですが、で長崎にいる時に東京の感染者が40人、そして60人となったということで、あまりにもこれは増えているからもうダメだ、もう自粛しようと思ってですね、東京都知事からも外出の自粛要請が出ましたので、私は羽田空港に着いてからもすぐタクシーに乗って、それから長い間外出はあの買い物以外はしないと、で買い物も週に、1回とかあのもうそのぐらいのペースで行くということをやっておりました。で、それから、まあ、大体、1ヶ月経ったか経ったないかぐらいでですね、東京都知事とか、首相とかからも、こういったことはやっていいですよ、こういったことはやったらいけますね、まあ、緊急事態宣言を、ね、あの出して、でその時に、区別がきちんと発表されてましたので、その時に大丈夫である、こういったことに十分気をつけてくださいということを判断した結果、まあ、スーツ旅行チャンネルの方で出してますんで、ね、あのよければ見てもらいたいんですけども、午前1時から午前5時ぐらいまでの間、まあ、これは私が適当に決めた時間なんで、別に実際にはね、あの多分11時とかあの、まあ、朝の、まあ、8時とかになるとサラリーマンが都心に出てきますからね、8時とかまずいんじゃないかと思うんですけど、まあ、もうちょっと前後はあってもいいんじゃないかと思うんですけど、まあ、これぐらいの時間だったらまず間違いなかろうと思ってですね、1時から5時までの間で、まあ、実際にあの5時10分とかですね、5時20分とかにあの終わった時はあったわけなんですけど、それで、動画撮影を外で、自転車を使ってするということをしておりました。あ、で、あの言い忘れてましたが、あの4月の、20日頃以降、撮影した動画についても、公共交通機関については一切利用せず自転車を利用すると。で、当初ウェットシートであの拭いていたんですけども、ウェットティッシュ のアルコール濃度が 50% で相当高くないということから、あの 80% のですね、あの除菌のやつをあの購入しまして、で、それであの拭くということをし、それから乗って乗り終わったらまた拭くとかですね、まあ、そういったあの接触感染の対策も、十分に取ってきた、と思っております。で、それはもちろんあの今後も継続しますんでね、よろしくお願いします。で、まあ、その点は、じゃあ緊急事態宣言が変わると終わるとどうなるのかというと、まあ、やっぱり、乗り物に乗る動画とかにつきましては継続して自粛しようかなと思っております。まあ、やっぱまだね、そういう旅行とかで行くような時ではないかなというふうに見てるんですよ。それは、まあ、もうちょっと先だと思うんですよ。まあ、もうスーツさんみたいな人はお金使ってくださいってご意見もあの結構来てるんですけども、まだ早いと、あの使うべき時が来るから、その時にあの一気にドバーッとみんながやればいいのであって、あのまだちょっとどうなのかなと思いますんで、それはあのみんな旅行に行きましょうというようなことは、私としては申し上げません。そして、タクシーに至るまで、まあ、もちろんその自分 の仕事とか、それで、まあ、仕事っていうかその都内でなんか用事があるという時に、あの基本的に自転車使うようにしてるんですけど、長距離でも、まあ、タクシーとか使わざるを得ないっていうのは、まあ、タクシーで行く可能性はとか、そういうのはありますが、あの動画撮影に関しての、話ですが、交通機関は利用しないということにしております。で、実際に3月の28日以降ですね、公共交通機関は一切利用しておりません。で、それからあの活動の時間帯なんですけども、まあ、今後は拡大しようと思っております。まあ、現在、午前1時から5時までということなんですが、まあ、もちろん場所は、ね、考えて、人が向こうからすれ違ったらあの十分回避、距離を取って回避できるようなところとか場所を選んで時間を選んだ上でやりますが、まあ、もうちょっと広げてもいいかなと。で、あの、まあ、距離もですね、あの前より多少近くなる分には、まあ、しょうがないのかなと思っております。まあ、例えば、そうね、皇居ランナーがあの一生懸命ハッハッハッって言いながら走ってる、その脇をですね、あの自転車であのゆっくり追い抜くようなことをするのはちょっと危ないかなと思うんですけど、まあ、正直曲がりがあるからパッと人が出てきたとか、まあ、そんぐらいだったらば、まあ、あのもう当たり前のことですんで、あの全く気をつけないぐらいの感覚でいても、まあ、もちろん気をつけますけど、あのそれに神経質になるということはしなくてもいいのかなと思っております。で、時間はまあ今のところですね、あの拡大して、まあ、夜の11時から朝の7時くらいまでの間に自転車を使って東京都心を撮影するというのでどうかなと思ってるんですが、朝の7時くらいまでだったら実際、あんまり人があのいませんので、特に土日だったらもっといないんじゃないですかね。土日とかだったらもう一日中いてもいいんじゃないかなというような気もするんですけど、あのこの間日中にですね、東京の台東区ですかね、浅草橋行ったんですよ。で、浅草橋すごい混んでてね、昨日か行ったの、今日月曜か、土曜日に行ったんですけど、すごい人がいっぱいいてびっくりしましたね。だから、どうなんだろうな、
みんな出かけてるみたいなんで、みんなが出かけてるところには、まあ、絶対行かないというのはそもそも大前提でありますけども、一応11時から7時ということに決めますが、まあ、これはもしみんながまだいるなと思ったら、時間はちょっと短くしたりとかですね、全然いないからこれいけるわと思ったら、もっと伸ばすということは柔軟にある程度やるつもりでおります。で、これはあんまちゃんと言ってこなかったと思うんですけど、まあ、一応交通チャンネルの方なんですけどね、実写の映像、まあ、新規に撮影した映像とか、過去に撮ってストックで残ってる映像とかがですね、まだいっぱいありまして、で、それ毎週土曜日だけ出して、それ以外は過去の焼き直しの動画とか、ホワイトボードの解説の動画とか出そうと思ってたんですが、意外とですね、緊急事態宣言とか外出自粛の期間が短くなる、私が思ったよりすごい短くなりそうで、あと1年ぐらいね、過去の素材とかでずっと回そうと思って、昔の動画出し惜しみしてたんですけど、むしろ大量に余ってるという状態で、ね、これがまた出し切られなくなりますんで、まあ、土曜日だけ出すということをやってたんですけど、まあ、今後はね、できるか分かりません。私もいろいろやることがありますんで、ですけど、まあ、土曜日と日曜日と、その2つとか、まあ、日曜日じゃなくて、もしかしたら水曜日からかもしれませんけど、週に2回とか3回ぐらいね、新しく撮影したような動画、新しく撮影はしてあったんだけど、まだ公開してないような動画を皆さんに公開するということをしてもいいのかなと思います。それから、撮影の時ですね、コンビニに行かない、日常生活全く行かないってことはないんですけど、撮影の時、例えば自転車でこう走り回ってると、まあ、喉乾いた、なんか飲みたい、コーヒー、コンビニ行ってコーヒーじゃない、なんか見つかって飲もうとかですね、あ、ラーメン屋あるから深夜のラーメン屋いいですよね、ラーメン食べようとか、そういうことはですね、一切してなくて、お腹が減っても、まあ、喉乾かないように飲み物は持ってきましたけど、そういうのがあっても、基本的に深夜の動画撮影において、こういったものを利用するということは一切までしておりませんでしたが、まあ、今後は多少別にしてもいいんじゃないかと。店が混んでたりとかしたらちょっとそれはやめようと思うんですけども、まあ、例えばコンビニに行って菓子パン1個買って出てくるとかね、電池切れちゃったから電池1個だけ買って帰ってくるっていうのはちょっと良くないわけですよ。それはやっぱなるべく行く回数を減らさなきゃいけないんだから、なんかの用事の時にまとめてスーパーで、電池とかそういうのを買ってくるとかですね、菓子パンだけ買うんじゃなくて、まあ、菓子パンとか、まあ、なんかその肉とか、なんかその冷凍食品とかですね、まあ、米とか、なんかそういうのいっぱい買ってきて、でそのいろんなものを一気に一緒に買ってくる。だからバラでたらお腹減ったから菓子パンブラッと買って食べようみたいなのは絶対やらないようにしようというふうに今までは徹底してたので、逆に外でちょっとお腹減っても絶対そこで買い食いとかはしなかったんですけども、もうちょっとこれについても、まあある程度は緩和してもいいのかなと思っております。ただ、まあ、もちろん大前提としてこういったものを利用しないに越したことはありませんので、なるべく1回に買い溜めをしてですね、自宅から何か食べ物を持っていくとか、そういうことは今後したいと思っております。で、一番下のこれがまあ重要かなと思うんですが、企業案件、まあ、4月にですね、いくつかありました、3つぐらいあったんです実は。ちょっとここ決まらないからそれは話とかね。でそれは、こっちから取り消させてもらったものが一つと、向こうから取り消しでお願いしますという話が来て、終わりましたらぜひそうしましょうということで、取り消しになったのが2つで、全部取り消しになったんですけども、まあ、案件って別になんかお金もらって撮影するとかそういうんじゃないですけどね、そういう話があったのは全部取り消しにしたんですが、今後、まあ、こちらでは今のところ積極的に営業をかけるというつもりは全くありませんけども、もしないと思うんですけど、あんまりなんか企業案件がこれあるということで、なんか仕事を頼みたいというのがあったらば、まあ、場合によっては受け付けることがあるかもしれません、かもしれませんが、まあ、あんまり積極的にやるというつもりはないんですけど、まあ、こういうのでね、まあ、うちのチャンネルも一応数字がありますので、拡散力もまあ普通よりあるかと思いますので、まあ、それをなんかこう力を借りたいですみたいないう事情があるというようなところがあるかなと思います。でそれあったらば、ある程度通常のね、会社だって出張とかは存在はしているわけですし、多分ほぼ出張ないとは思うんですけど、まあ、あるところはあるでしょうし、ちょっとぐらい出張するのはまあしょうがないのかなというつもりでおりますが、積極的にやるつもりはなく、まあ、今のところそういった見通しも全くないということもお知らせしておきます。じゃあこれくらいですかね。まあ、あと今後は基本的に、まあ、またなんかこういうの行動の様式が変わった時にある程度 の発表みたいなね、なんかの動画の中からでついでにするかと思うんですけど、まあ、こうわざわざこういうふうに書いてですね、これからはこうしますというようなことを言うのはやめておこうと思います。まあ、なんかそこまで仰々しいというよりはもう状況が刻一刻と変わると思いますのでね、これよりも例えば、また感染者がちょっと増えてきたとなったらまた元通りに戻してですね、自粛生活に、完全なる自粛生活に戻るだけですし、この状況によっては深夜の外出も、まあこれができなくなるということはあまりないとは思うんですけど、まあ、しかし深夜の外出も、状況によっては控えるということをしておこうと思います。まあ、そうですね、こんな感じかな。
まあ、全然誰とも喋らないっていうのもね、あのなかなか新鮮なもんで、あのすごく落ち着いてるんですけど、個人的にはずーっと一人ですからね。でも全然別にあのなんかよく言いますけど、あの一人でいても頭がおかしくなるとかないですし、気楽で、あの、まあ、当面の間これであればやっていけそうだなという感じです。うん、で、まあ、あとそうですね、全然わかんないですけど、完全に元通りの生活とかするのは多分8月とか9月とか夏が終わってからになるんじゃないかなと思うので、今年の夏はあの日本一周旅行とかまたやろうかなと思ってたんですけど、まあ多分できないでしょうし、海外旅行もまあ残念ながら当面の間はできないと思いますし、それからあとは東京都を超えるということがね、一体いつからできるようになるのかという話でして、まあ自粛があのいよいよ終わってね、もう沈静化しましたよ、みんな旅行に行きましょうってなった時に、絶対国からねそういうあの動きがあると思うんですよ。もう観光産業とかあの壊滅してるわけですから、それをあの復興させたいっていうのはね絶対あるわけで、まあそれは行きましょうっていう政府からのそういう振興策みたいなのが始まった時に、合わせようというふうにこちらでは今のところ考えております。でそれ以前はあのスーツ旅行チャンネルは少なくとも東京都で出ることはないでしょうし、まあ、スーツ交通チャンネルもあの今のところここで発表しているこれではですね、あの東京都県境をまたぐ余地はほぼないと思いますので、まあ、深夜の自転車であのこう漕いでいくってやつでね、例えば東京駅からあの浦安ディズニーランドまであの走っていくとか、まあ、そういうのは私は別にいいのかなと全然人もいませんしね、あのありかなと思ってるんですけど、まあ、あの基本的に鉄道に乗って、新幹線で名古屋に行くとかですね、それから、まあ何でもまあ、それに類するようなことは、もう相当先まで私としては、しない予定でおります。うん、今5月の下旬ですけど、1ヶ月ぐらいはまだあと東京都内にずっといるんじゃないですかね。あとはまあ他にあのコンビニとかの持ち帰りにあの類するようなもので、まあ、例えばそうですね、ホテルのレビューとかだったらできるんじゃないのかと、まあ、できるような気がするんですけど、あのホテルも営業を再開してね、でまあ、受付のところでもある程度あのやるだろうし、まあ、コンビニに行けるんだったら別にホテルもあのチェックインの手続きとかで行けるだろうという気はするんですけどね、まあ、そこら辺のことはまた考えます。あの接触感染とかいう面もあると思います。そのホテルは本当にあの室内の隅々までアルコールで拭いているのかって言ったら、それはまた違う話だと思いますしね、まだこれから気をつけなければいけないことはたくさんあるんですが、うん、まあそうですね、ともかくもうちょっと気を使いましたんで、あの寝させてもらおうと思います。じゃあおやすみなさい。どうもありがとうございました。